はいどうも皆さんこんにちは、ケイスケです。さあ今日はですね、いつも通り特別ゲストが来ております。自己紹介お願いいたします。どうも皆さんこんにちは、ドズルさんのいとこの友達とは無関係です。ケイスケのよ、たかひろです。よいしょ。無関係なんだね。そうなんですよ。まあドズルさんには会ったことあるし、一応まあね、関係者的なね立場だけど、はいはいはい、ドズルさんのいとこの友達とは無関係。関係ないです。なぜ今言った？双子エブリデイ見てね。というわけでね、今日は双子の兄が何でも報告があるらしいので動画にね、出演させてみました。はい。何報告って？報告があります。はい、何でしょう？実は私たかひろ、今朝パンを食べました。いや、どうでもいい。どうでもよくない？動画で言うことそれ。あ、違いました。お前の朝食事情どうでもいいし。はい、じゃなくてですね。はい、何でしょう？実は私、この度最強クラン決定リーグ準優勝のジェンコオリーブ商会さんに正式的に入隊させていただきました。よいしょ。いや、すごい。え、はい、だってあれでしょ、トロ高くないとやっぱ入れないじゃん。そう、入れない、入れないところ。ジェンコさんが4800で新規募集してた時に、はい、見事4800を到達して、4800で募集してた時に、はい、見事4800到達して、お、4857。そう、すごい。入ったドロー。そうなんですよ。はい、それで正式入隊したと。入隊させていただきました。いや、すごい。いや、もうジェンコオリーブ商会名門クランだから。そう、名門クラン。もうここでね、ビシバシ鍛えてもらって、はい、メキメキと強くなろうと思います。なるほどね。じゃあもうほんとスーパープレイヤーになる日も近いと。いや、もうそうですよ、はい、大会でもう常に高弘の名前が1位にあるなんて、もう夢のまた夢のこともあるかもしれないですよ。夢のまた夢のこともあるかもしれないって夢で終わってんじゃん。んっていう日が来るかもしれないよとかっていうんじゃなくて、夢のまた夢で終わんの。何それ、なんか変な感じになっちゃったんだけど。いや、もうね、うん、もうだからね、もうね、もうジェンコさんに来てから、はいはい、もうガンガングランドチャレンジ回しまくってますから、ね、はいはいはい。なるほどね。やっぱトロ上がるごとにカードレベル高くなるから。そう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 、はい、というわけで、じゃあちょっと今日はですね、兄にグラチャレやってもらおうか。もうね、やりますよ。はい、もう最近私タカヒロといったら、根っからの三重士使いなんで、はい、このデッキ使います。おー、なるほど。はい、高回転エリババ三重士的な。そうですよ。はいはいはい。よし、俺のスーパープレイを見せつけてやるぜ。はい、お願いします。よいしょ。さあ、というわけでね、今回はですね、もうバンバン勝ってほしいなと。やばい、日本の方だ。あ、日本の方だ。どうしよう、やべえ、やばいやばい。さあ、クソンから、あー